立石様立石様立石様は東京都葛飾区立石八丁目37番17号にある立石という地名の由来となった石。現在は児童公園に併設する祠の中心に鎮座している。付近にかつて古墳があったことやその材質から古墳の石室などと同様千葉県の小霧山付近より同地に持ち込まれたと推定されている。また、 なら、平安時代には、立石付近を横断していた、古代の感動の道標として転用されていたと考えられている。江戸時代には高さ60センチ以上あり、地面を掘っても底が現れなかったことから、ネアリー市とも呼ばれていた。名所として諸本にも登場し、立石様の根を掘ったことで災いが起きたなどの伝説を生んでいる。そのため、1811年には、 立石なり大名人として祭り、1815年に鳥居が寄進されている。また、立尺様は寒さに弱いので、冬になると縮み、暖かくなると元に戻るという伝説がある。後に、立尺様を書いて持つと病気に効くという信仰や、日清、日露戦争時に玉除けのお守りとして削って持つ人が現れたことや、地盤沈下などの結果、現在では地表より、 数センチ程度の高さしかない状況である。明治時代以降もたびたび発掘の試みがあったが、そこが現れなかったり、たたりを恐れる地元住民の反対により、完全な発掘には至ってない。ありがとうございます。